学びの向上クイックリポート。令和元年度埼玉市学習状況調査実施速報小中学校国語編をお伝えします。今回はどのような問題が出題されたのか、出題の趣旨とともに紹介します。まずは小学校です。3年生の大問6 4年生の大問5で出題した問題です。この問題は、聞き手にとってわかりやすくスピーチするときに、話し方等で気をつけることが理解できるかどうかを見る問題です。選択肢として、1、間2、聞き手の様子3、速さ 4. 調子を取り上げました。平成28年度、29年度に同一の問題を出題しています。正答率は、平成28年度が36.5%、29年度が53.8%と、聞き手にとってわかりやすいスピーチをするときに、 話し方等で気をつけることについての理解に課題が見られました。間を取ったり、聞き手の様子を見たりしながら話すことの良さは何だろう間を取らずに話すと、聞き手が話の内容に集中できません。聞き手の様子を見ながら話すと、話が伝わっているかどうかを 確かめることができます。早口で話しても聞き手にたくさんのことは伝えられません。最初から最後まで同じ調子で話しても話の内容は伝えられません。友達や保護者との会話など日常生活でもこれらのポイントを意識した話し方をしてみてはいかがでしょう そして気がついたことをお互いにアドバイスし合うことでさらに理解が深まると考えられます。続いて中学校です。2年生の大問6です。この問題は東京オリンピック・パラリンピックでどんな日本の伝統文化をアピールしたらよいかを考え複数の資料から必要な情報を読み取り 自分の意見を述べるという場面を設定しました。日本の伝統文化をアピールする写真を一つ選び、その選んだ理由を書く問題です。意見や心情が効果的に伝わるように、材料を集めながら根拠を明確にして自分の考えをまとめて書く力が求められます。問題文を読むと、 資料2のあからおの中からアピールに使用したい写真を一つ選ぶこと。資料3から読み取ったことを元にして書くという指示があります。まず資料2と資料3の情報を確認します。資料2は日本の伝統文化を伝えるための写真。 資料3は日本を訪れる前に外国人が期待していたことです。続いて、それぞれの資料の関係性を考えます。例えば、あ、伝統芸能の写真を選んだのであれば、資料3の5・日本の歴史・伝統文化の体験や6・舞台の鑑賞が関係しそうです。 これらの内容を日本を訪れる前に外国人が期待していたということが伝統芸能をアピールする根拠となりそうですね。このようにして情報と情報との関係を明確にすることが話や文章で適切に表現することにつながります。回答例です。 資料2から写真を選び、資料3から読み取ったことを元にしてアピールしたい理由を書いていること、なぜならに続くように文末を整え40字以上、50字以内で一文で書いていることが正当の条件です。このように根拠を明確にすることで、 自分の考えが伝わる文章となります。根拠を明確にするためには、自分の考えが確かな事実や事柄に基づいたものであるかを確かめることが必要となります。今回のように資料から読み取ったことを根拠とする場合、読み取ったことが自分の考えの根拠となるか、その適切さを検討しましょう。 文章を友達と読み合って、相互に評価し合うのも良いですね。このように、自分の考えを述べるときには、根拠が明確になるように工夫するようにしましょう。これで、学びの向上クイックリポート、令和元年度、埼玉市学習状況調査実施速報、小、中学校、国語編を終わりにします。 次回は、埼玉市学習状況調査、調査結果概要について配信を予定しています。次回もぜひご覧ください。